拳で剣を壊す。それがユニエラスタイル。悪役令嬢レベル99、第6話の反応集&感想どうぞ。夏季休暇に出てくる初手空撮。パワーレベリングの時間だ。ついに友達ができた裏ボス。ユミエラとパトリックは夏休み居残り組。開幕イチャついておるわ。バレンタインにイチャイチャしやがって。またスペックの差で吹き飛ばされててくさ。今日も京都で吹っ飛ばされるパトリック。こいついつも吹っ飛んでんな。うっかりすると飛ばしちゃう。技術がなくても力でご利用し。毎回飛ばされてグロチウマホ。安定のモザイクヒール。パトリックくんもプレイを楽しんでいるのか。パトリック、そのうち痛みに耐性できそう。開幕デフォルメ。デフォルメかわいい萌え。レベル60用のアイテムで練習は草。美少女ターミネーター的パワー。あの板が役に立っててよかったね。アリシアさんかわいいけどパトリックの方が広いんだよな。全然曲げることすらできないパトリックかわいそうやな。デフォルメ進行調停挙。居残り組意外と多くね。ユミエラ話しかけられている。ぼっちじゃなくなったユミエラ。ユミエラさんに教えおこう人が出てきた。仲良くなれそうなクラスメイトちゃんかわいい。夏服の制服もいいですね。レベル上げの訓練、スパルタ。レベル上げの訓練、地獄の始まり。すぐダンジョンを進めるな。隙あらばレベル上げに勧誘していく。いつまでもゲーム脳だなこやつ。レベル上げしか頭にないあたおかなのだ。聞こえているぞ、かわいい。ユミエライヤーは地獄耳。パトリックさん完全に制御役。実際猛獣みたいなもんだから。うわ、私の知識偏りすぎ。見たことあるウェブ広告。集団戦と無縁のぼっちですからね。ツステでぶん殴ってる状況だから戦闘技能はあまりないのかしらね。お前はまず常識を学べよ。アリシア来た。アリシアから話しかけられた。今はアリシアがぼっちちゃん状態なのか。闇魔法使いに光魔法を習うのか、困惑。サンバカがいないから会話ができてる。ゲームでは主人公のアリシア操作してたはずだから光魔法のことわかるよな。アリシアとユミエラが親しげにしている。アリシアはちゃんと打ち解けようとしてるのに王子たちと来たら。ヒロイン特有の田舎設定。さすがメインヒロイン。さすがコミュ力レベル99。最初に覚える魔法がメテオストームになってしまう。とんでもない魔法が生まれそうなんだが。ぼっちすぎて対人スキルがね。悪役令嬢側のスチルイベントが立て続けに起きてる。この世界設定なら都市でも星は見えまくりでしょう。コミカライズ準拠アリシアはいい子やの。パトリックに来、今日もユミエラのために動く。部屋に誘ったぞ。熱い彼氏を連れ込む。お誘いとは積極的だね。宿上扱いしてくれるのな。昨日の阿久津くんといい、今日のパトリックといい、奥手やな内田優馬キャラ。だって図書室で食べるわけにもいかないじゃん。わら山田じゃあるまいし。周りがそういう認識になればくっつくのも時間の問題だ。このモブたちいい子そうだな。この手の学園にありがちな武術大会来た。ジャンプアニメなら2クールくらいかかる武術大会。水着会なしで夏休み終わっちゃった。まあ武術大会出たら優勝しちゃうだろうし、邪魔したら大会が成り立たないもんね。大会の優勝商品は闇属性強化のゴフ。ピンポイントすぎるだろ。闇属性強化アイテムでやる気になった。こいつは最高のイベントだぜ。見逃す手はない。ユミエラさん、いつにも増してノリノリですね。優勝商品ほぼユミエラ用だろ。ロナルドさんが釣ってきてきて草。ユミエラ出たら終わりやん。どうしてそんなニッチな商品出すんだ。追いはぎするつもりだったんかい。殺してでも奪い取る。裏ボスやる気マックス。世界滅亡。優勝商品をイベント報酬って言うな。ユミエラを食いつかせるための商品だったか。おめえのせいかよ。だろうとは思ってたけど。普通にあげればいいのに怪我人撫でるぞ。ここでサブタイ来た。 B パート冒頭にサブタイトル。結構うまい。たまに面白いとこでサブタイ出すよね。学園長にはめられた。
イニシン。ロナルドさんしっかりユミエラの扱い方を知ってるのくさ。王様から渡すように言われたボフをイベント報酬の形で渡す。もらい物を勝手に商品にするなよ。夏服一瞬で終わった。人気者は辛いぜ。ユミエラがイベント報酬を知ってなお食いつかなかったらどうするつもりだったんだろうか。頑張るなよ。絶対に頑張るなよ。応援で手加減を心がけて、ワクサ。頑張れって純粋に応援したのにすぐ手のひらを返したのおもろい。もはや他国への威嚇レベルではないのか。レベル20きた。レベル20。よっ、あ。99相手に20で生きるなよ。レベル20で生きられてもな。そうですか、かませ犬。レベル20がレベル99に正面から喧嘩売ってるの好感持てる。すごいことなのかわからない。いかたくさ、片言でわろた。バカにしているような回答。でもレベル20まで上げたなら頑張ったじゃん。脳筋は理解度が高いが知能は低いまま。人様の話でようやく信じるってめんどくせえな。大会とか絶対出ちゃいけない器だろうに。三種の神器きた。レベル99が分かってなぜレベル20でいけると思ったん。おいおいおい、死んだわ相手。死に近づいているぞ。じゃねえんだよ。デフォルメ燃えすぎ、かわいい。素振りで分かる強さ。剣を振れば嵐が起きる、裏ボスですよね。剣を振り回すだけで対戦相手を危険させるヒロイン。戦わずして勝つ、屋上だ。急な体調不良、裏ボス討伐クエスト放棄。それ相手するまでもなく無理ですわ。ユミエラが手加減に成功した試しがないからな。対戦相手みんな怖がってる。不戦勝のオンパレード。全試合不戦勝はさすがに草。やる気満々だと思われたか。サンライズパース来た。かますとして負けそうなセリフ吐いたのに決勝まで来たのか。一人だけなんかごつい剣持ってるけど自前武器の持ち込みかなのか。ミディアムさんの本気が見られるね。ミディアムの武器明らかに違うの、なんか不公平だろ。コネで片付けてやるな。ユミエラの一歩引いた感想が逆に心地よい。ちゃんと大剣に体が振り回されてる。そんな闇雲に大剣振りかざしたって。体験とて振り方がしょっぱいな。ユミエラパンチきた。最後にパンチ繰り出してきた。最強武器壊れちゃったよ。物語終盤の貴重な武器が。パンチで体験を砕くな。説明しよう。じゃねえよ。拳は全てを解決する。レベルを上げて物理で殴るが正義だった。なるほど、素手で壊したけどウィリアムには見えなかったのか。剣で攻撃すると見せかけて素手で戦った方が強いやろ。思わず手が出てしまった。文字通り素手で魔王も倒せそう。ユミエラさんの可愛さに全振りだな。気づいてる人いるやん。バレバレじゃねえか。騎士団長ドン引き。おっとメガネ立ち直ってきたか。めげないなこいつら。ちゃんと謝れるのすごいよね。みんなやっぱりねはいい子なんだよな。先ほどからフラグを立ててばかりなんだが。青メガネ、大会のアドバイスしてくれるの優しい。レベル上げも弓エラが流だからまともなレベル上げが世の中にはあるんだな。確かにまともなレベル上げしかないよな。紆余曲折はあれどちゃんとレベル99は認める王子たち。魔法使いとしてちゃんと張り合う気になったか。もろもろ修正でも入ったってくらい反応がまともだ。基本的に皆悪いやつじゃないんだよな。これでヘイト役は王子だけになったか。全力でやったら星が滅びるんですが。光魔法キラキラ。アリシアさん金の雨降らせてきた。光魔法そこそこ使えるようになっとる。光属性の魔法上達できたな。素質は高いんだな。さすが主人公。これで88点は草。88点ってどういう基準よ。魔法の先生素晴らしい論評。ユミエラ、見た目の美しさで負けそう。前よりすごくなってるな。複数の魔法を精密に複合させる軍団の名指揮官のようだ。あんな険悪だったのに結構ちゃんと魔法バトルしそうで難覚さ。フルマは悪。満点、満点が出ました。確かに満点なら天才くんの優勝は確定だね。
ヘラった彼女みたいな目線やめろください。100点より上とかブラックホールしかないな。最高峰腕組オタク。ブラックホールとか見せられた後じゃ空遠くから見るに決まってるよ。なんか刺したなこいつ。しっかり対比行動できるパトリックユーノ。ブラックホール来た。だからブラックホール先生すんな。困った時のブラックホール。実家のような安心感。ブラックホール、全力のブラックホールはやばいって。ちょっと綺麗じゃないですか。ブラックホールの代償がプチ台風発生。デメリットもめちゃめちゃ怖い。真空になるからかな。あれだけやっててまだ見せる気やったんか。300点きた。300点あげるから優勝。威圧300点獲得。これ意図せず脅迫したようなもんじゃね。特別最低により優勝。どんな評価基準やねん。どう見ても弓エラの忖度としか思えない。ツッコミどころしかない弓エラは本当に面白い。本当に必要か。そりゃそうだ。弓エラさんさらに強くなってしまう。そこ上げして一体何と戦うつもりなんだ。裏ボスさん、かなりご立腹なようで。惨劇を回避するようなパペットランドで草。今回は特に弓エラ大活躍で大満足な回だった。はちゃめちゃなままエンディング。ヒロインっぽい風格なのにエンディングでしか出番のない子来た。それにしてもこの子エンディング歌ってるのに全然出てこないな。エレノーラ様エンディング以外でバンゼロ。暗黒弓エラからの今季最もエンディングほんとくさ。エレノーラをエンディングでしか摂取できないんですが。エレノーラはエンディング専用になってしまったのか。同級生のクラスメイトの貴族令嬢に出せる話題が真っ先にレベル上げ。弓エラパンチ300点。今回も特盛りで面白かった。弓エラパンチ解説とかドン引き騎士団長とか逃げるパトリックとか、原作にないのを実にうまく組み込んでて面白くなってるから感心する。前半のアリシアとの交流とかも原作にないしな。なんかすごそうな剣が出てきた時点でもうすぐ壊されそうな雰囲気しかしない気の毒さ。何の罪もない剣さんかわいそう。もう弓エラって魔王とやらより強くなってない。裏ボスの時点で魔王よりも強い設定だもの。適正レベルが60以上と99前提の風格の作用。すでに魔王は雑魚。あとの問題はいかにして4バカパーティーに無理なく花を持たせるか。弓エラは脳筋レベル上げ中だがアイテムコレクターの気質もあるんだな。ゴフのある弓エラってレベル上がるの。バフで魔法の威力は上がるんじゃね。20キロトンが200キロトンに上がるみたいな。魔法を含めてアリシアちゃんはさすがのヒロイン力だったな。王子たちを次々に狼烙しただけあるわ。アリシアと取り巻きが一時的に離れたのは大正解だったな。おかげで弓エラとアリシアが話せて仲良くなれたばかりか、王子以外の2人も若干改心して歩み寄ってきたぞ。エレノーラの出番が全然ないじゃん。仲良くなる前に番組が終わってしまいそう。悪役令嬢レベル99第6話視聴させていただきました。今回も面白かったです。なんだろう、このゆるさ加減が妙に癖になりつつあります。やっぱりこの作品基本はコメディーなんですね。無駄にシリアスにいかないのが好感持てます。ファンタジーの定番である武術大会も1話どころか半分の尺で終わらすスピーディーさも含めていいアニメですな。っていうかパトリックと仲良くなりすぎだろう。そらあの可愛いモブじゃなくても見守りたくなりますわ。弓エラってこのデフォルメ顔がパターン多くて、いろいろとこれが可愛くてこの作品の一つの魅力になってますが、個人的にはパトリックと喋ってる時にたまに出る顔をあからめて照れたりする弓エラが一番可愛い。今回は結構バカ王子以外、弓エラにちゃんと歩み寄ってきてる人たちが多くなってきて好印象でした。基本的にやっぱり悪い奴らがいない作品ですよね。まあこの調子で王子もなんとかヘイトなくすようにしてほしいが、アリシアはこれって弓エラと話してる時も黒いモヤモヤオーラが出てるんですよね。それを我慢して悟られないように振る舞ってちゃんと弓エラと喋るように努力しているのはちょっと見直しました。しかしこの子頑張るぞいポーズが多いな。あざといあざといがそれがいい。赤子とウィリアムは何よりもレベル20ごときでこんなに生きれるのが最高に面白かった。レベル20って実はすごいんだろうか。だってこいつ最初の時は確かレベル10だったよね。この期間で10上げてきたのはすごいことなのかしょぼいことなのかがいまいちわかんねえ。
空ユミエラも片言になりますわ。ゲーム終盤で手に入れるような武器を素手で追っちゃうユミエラさん、そこに痺れる憧れる。恐ろしく速いユミエラパンチ、俺でなくても見逃しちゃうね。騎士団長さんにはバレてたけど、さすがレベル60。青子とオズワルドとの対決も安定感抜群のブラックホールネタをぶっこんできて、最後は300点とか言ってバラエティでよくある最後は100ポイントみたいなノリで終わったのは草。0点か100点超えるかのどっちかのオチだろうなとは思いましたが、後者になったか。しかしブラックホールを美しいと過評するユミエラってやっぱりやべえやつすぎる。審美眼も狂ってるじゃん。パトリックの後方彼氏面してるけど、ちょっと身を隠す時に出したヤンデレスマイルが可愛かったな。見ててね、なんてちょっと前までは出てこなかったセリフでしょう。人のために動いてる証拠だよ。手段はあれだけど。というわけで悪役令嬢レベル99第6話の感想でございました。何回意味で次はどんな話なんだろうかって予想ができなくて、結構ワクワクしながら見れるアニメです。しかし本当、エレノーラさんはいつ出てくるんだ定期。まさかもう出てこないなんてことないよね。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。君と私との約束です。